そう。あのバカが。そう。だから別にこれ差別でも何でもなくて、法を犯すようなっていうか法を曲げろって菅直人は言ったんだよ。だから、ああ、うん、その文部科学大臣にね、やばいよね、これが問題なんだよ一番の、うん、あどうもこんばんは。法を曲げろ、これに関しては法を曲げろっていうのに、こう催眠とかの時はなんかニッチもサッチも、ね、いかないさ、ルールのっとってるのかよく分かんないことしてさ、うん、そうそうそう、に立たないな、うん、まあ、本当にひどい話なんですよ。ひどい話だよ本当に、うん、でこれこの中でさ、その書いてる教科書の中はさ、拉致被害者は捏造だって書いてるからね、彼らの読んでる教科書にはさ。まあそりゃ、ね、あの一時不幸で認められるわけないじゃないと。そこけやってね、帰ってきて19名様いらっしゃいませ。意味がわからないですよ、ね、意味がわからない、なんだろう、よくわかんない。そう、まあ、実際こういう問題があって、しかもねこのね上野の商工会、僕勤務地の近くなんだけどね、うん、ちょっとね2008年に俺もね見たんだよこれ、このこの商工会のこのね税金滞納事件っていうのが、あの問題っていうのがあって、はい、でそれで強制捜査があってさ、2008年に、うん、ああなんかあったね、そう、その発表がねあって、これね確かそっちの兵庫の方っていうか関西の方にもあったんだよ、この商工会のところの強制捜査が。で同時に 3カ所ね、同時に一斉検挙してるんですよ、一斉捜査。確かに新宿と上野と、それから、ね、確かね、そっちのね、関西方面、兵庫だったかな、確か。で、機動隊と衝突する、この先人の人たち、これ上野のこれ、商工会のすぐ近くのところで、うん。すごいことになってますね。そう。こいつらなんかね、ほんとね、おかしいね、不当な人権侵害って、いや、法律違反しとるから。法律違反してるから、人権侵害もクソもないやろって話。そうそうそう。ですよ。うん。でさ、これだけさ、なんか何、ゼッケンとかさ、揃えてるんだよね。ほんとこいつら金持ちじゃねえかよって話でね。ほんとね、組織的だね、ほんとに。どっから金出てんだろうね。だからね、こいつら、ほんとね、こっちはなんか、鉄道でさ、なんか活動してるってのに、なんか、潤沢な資金持って上がってとか思いながら。いや、ほんと。俺がね、多分ね、日本の左翼とかって言われる人がこうね、ちょろんとお金出してたりするんだよ。でも、もうね、ほんとね、なんかね、悲しくなっちゃう、これ見てると。なんか、にゃんこの声が聞こえるね。で、この前、で、これね、で、この朝鮮市、この在日本朝鮮商工会っていうのは、これのね、商工会に入ると、つまりこの在日の朝鮮人の人たちは、その国税局とね、昔ね、大きくやり合って、税金を納めるかどうかっていうのは、俺たちが決めるっていうふうなことを取り決めてるんだよ、昭和42年か3年ぐらいの時に、この宮司流って前オーナーの人が。はあ、で、それで、平成6年かな、平成6年に、その、その愛人かもしくはその多分奥さんの家か分かんないんだけど、その家の近くのところで暴力団によってね射殺されてるんだよ。あ、うん、こういうふうなことをね、まあ、実は自分でもその足使って調べとかしてたんだよね。で、あとはその、ちょうどそういうふうなネットとかでさ、探したりとかして、こういうその画像の情報とかつけてさ、うん、やってるという。とりあえず強制帰国とかさせたらいいんじゃない？本当はそうしたいところなんだけど、なかなかやっぱ住み着くとね、それを移動するだけ。一回だから在日特権すべてパッと消して、うん、はい終わりってやって、で、一回またその入国手続きしないといけないから、一回強制退国して、韓国から朝鮮に戻ってもらって、もう再度入国したかったら、飛行機にまた乗って帰ってきてくださいって。そうだ、ね。でもさ、これがさ、これをさ、必死に止めようとする日本人がいるからね、恐ろしいことに。恐ろしいことにね。だからね、一回だから、本当に、カリスマではないけど、すごい、人気な人がちゃんとした党を作って、そっちの中で全部、席を全部その党で取らないと、同じ意思を持った人が、の党が取らないと変えられないと思うんだよね、今の。自民党の中にもなんかちょろちょろっているし、自民党の中にもちょろちょろってそういう人いるし、民主党なんかもっといるし、悲しいことにこれが現実だからさ、そうだね。
まあ、あとはあれだね、あとはそれこそ本当に、なんだろう、今多分こういうふうな事実を知らない人っていうのもたくさんいるから、そういうその事実をたくさんの人に知らせるってことも必要だし、そうね、本当にそうして考えないと本当にね、厳しいかななんてやっぱ思うんだよね。まあ、大体そういうふうな状況でですね、あったりとかするんで、まあ、このあたりの部分がね、なんとか、うまいこと、回ってくれると非常に助かるかななんて思ってたりとかしております。じゃあ次はですね、ちょっとこれ、同じくですね、これね、やっぱりですね、これ、蹂躙される、外国によって蹂躙されそうになっている、これ、今度は中国の問題ね、はい、なって、実は木更津に、この前、実家帰ったときにね、実は木更津のね、まあ、新田っていうところにね、老舗ホテルがあったんですけど、これ、中国人のオーナーに買い取られちゃったんですよね。うん、でね、買い取った瞬間にね、こんなもん建てやがってね。この中国も、うん、何ですかこれは。これ千葉県木更津市なんですけどね、横浜市じゃないよこれ、横浜中華街じゃないんですよ。うん、これ駅からだいたい10分ぐらいのところにこの中華門建てて、これ東京ベイサイドホテルっていうホテルなんですけど、はい、そこにね現地の住民の人にね、やっぱ聞いたら、やっぱり 5,6 年ぐらい前にこれ建てたって言ってましたね。こういう異様なものが建ってて、で今はね、そんなにこれ以上はそういうふうな、建物、オブジェクトは今オブジェはないらしいんだけど、はい、ただ数年前からこんな感じのがあったりとかして、これ神奈川県か、神奈川県じゃないんですよ、これ千葉県木更津市なんですよ。だけどホテルの名前は東京ベイサイドホテルなんですよね。まあ一応東京湾だからまあいいかとか思いながらね、こういうね、ちょっと悲しい状態になってて、中国らしい派手なあれ、派手な、そうなんです、派手ですね。で、もう一つね、ちょっと別のところを取りに行くとですね、鳥居なの、鳥居なのかな、中華門なのかな、何だろうね、これね。で、そのちょっと先進むとですね、この9つの、竜の壁かな、クーロン壁とかなんか、そういうなんか、ジューロンですね。クーロン、うん。うん。っていうのがあって、この9つの竜がこう書いてあってですね、こういう、その、なんか、中華風味な。ああ、なんかあるんですよ、竜が結構。ファンロンとか、黄色い竜とかって、赤い竜とかって結構、竜にも種類があって、それが9つあったのかな。ああ、クーロンだね。これね、うん、いわゆるクーロンってやつなんだね。そう、これ木更津なんですよね。これね、取り上げてるの産経新聞しか取り上げてないんだよね、この話題。なぜでしょうか、うん、そう、まあ安心の産経新聞とか言いながら、他の新聞も取り上げてくださいと。しかも1月に出したっきり全然出してないんですよね。シナは、シナはっていうか、中国はそういう風な色使いっていうか、派手やかな彩色が基本的に好まれるからさ、日本とはちょっと違うんだよね。そうなんですよね。でもう一つ、これがその東京ベイ、プラザホテルか、ベイサイドホテルじゃない、はい、ベイプラザホテルか、失礼しました。でこれで中華料理龍門っていうのがあって、まあ、ここのところでその中華料理のバイキングの店がこうついてあって、だいたい1200円でだいたい食べ放題みたいな感じ。安いね、1200円で食べ放題。1200円か1500円かそれぐらいでね、なんか食べ放題みたいなのだね。だからまあどんな風に、まあもともともう木更津土地安くなってるから、本当なんかね、謎なんですよね。で、これで、その平成16年、実はその木更津市長が、やっぱりもう、うちのね、その木更津市って、もう本当に疲弊してて、で、そのもう、だから中国人の観光客でもいいから、とにかく来てくださいって、上海のところに行って、やっぱその、自分のその町に来てくださいっていう、そういうなんか広報活動とかやったらしいんだよね。地方には多いですよね。でそれでなんかこう下の方に行くとですね、その土曜日なんですけど、土曜日の東口なんかこんな状態なんで、今木更津駅の前って、うん、結構一人いないんですよ。静かですね。静かな感想になっちゃってね。でシャッターほとんどシャッター街、
あらだ結局アクアラインって作ったんだけど、はい、みんなやっぱ東京の方にみんな客があの足みんな土の方流れてっちゃうんだよね。だからこれもこれが西口の様子なんですけど、もうこんなような状態で、これはひどいな、ちょっと静かだな、もうほんと静かなの、全然活気もないの、うん、いやちょっとこれまずいですよ。市じゃないよね、村みたいな匂いするよね。だから結局もう藁も使うも思いで市長がその中国の観光客をこう引っ張ろうとしてるんだよね。その気持ちは分からんでもないかなって感じなんですけどね。でそれのでそれのね貝があってかどうか分からないんですけど、うん、この下の方にそのあのその観光客のですねあのその水位があるんですけど、すごいなこれ、すごいですよ、なんで見たら分かるやん、うん、これ、ね、平成16年はまあ1000人とか圧倒的に切ってたんだけど、平成19年頃からずっと上がってきてね、今だと平成22年で2万5000人を超えるようになってきたらしい。これは何が一体起こったんだろう。これ多分中あれじゃないですか、規制緩和もあったと思うんですけどね、確かあの規制緩和とそれからあとはやっぱ中国バブルっていうか経済が上がってきたっていうののあれなんじゃないですかね。いや、うん、でも、いやでも中国人でも木更津みたいな地方都市行こうと思いませんもん。何かだから木更津いないと行かないですよ。だから木更津に行くにしてもきっと多分あの一応腐っても東京まで1時間圏内なんで、うん、だから多分もしかしてガイドの中に要は東京直接行くんじゃなくてどっか通してそのハブにしてって東京行くみたいなやり方をしたのかもしれない。信頼ですね。うん、この辺りのところはだから木更津自体に観光するんじゃなくて多分何かと絡めてるような感じにしてるようなそんな感じですよね。だから今心配してるのはそこのところになんか住み着かれるとすごくちょっと困ったりとかしてですね、できればそうならないようにね。房総半島は房総半島は確かに食べ物とかうまいんですけど、住み着くので一番多いのが偽装結婚なんだよね。ああそうですね、とかありますよね実際にね。俺も今さやってるけどさすんごく忙しいもん、資料とかいっぱいいるし保証に厳しいよやっぱり、うん、でも多分そういう偽装結婚があるから厳しいんだけど、うん、やっぱり中にはそういうふうなヤクザとか、そういう人たちが集るんで、まあ、中国人を入れてるっていう現実にあるから、うんうん、だよね。こんなことがあってね、だから結局その我々のそのね、今中国がそのね、日本のところこれまあ中国だけのあじゃあ、ね、木更津だけの話じゃないからね、東京もさあの土地買われたりとか普通にしてるからさ、ね、南麻布とかさ、うん、で今新潟の方もまだ全然諦めてないし、うん、うん、あと愛知でしょ、あの辺りも全然やってるんでね、だから本当気をつけないといけないかなってことなんで、うん、そうだよね、その土地の反抗したのが野田だもんね。そうなんですよ、そうなんですよ、アザムの財務省ですからね。俺が今大臣とか総理ですね。そうそうそう総理ですね。恐ろしいですよ本当。どうなってるんですかね。そうなんですよ。で、さっきちょっとあの駅前の写真が出た時に、うん、コミケやればいいのにっていうコメントがあ、でもそれいい考えかもしれない。オタク側をピッていくかもしれないです、うん、ただちょっとね。それをね、収めるだけのね、大きな、施設が、ね、そう、箱がないんだよね。作る。要は結局、地方都市にさ、人が観光客集まるのがさ、要は結局、日本の景気が悪くて、給料どんどん下がってる中で、そんな地方都市とかなんか、どっか行ってる余裕がないっていうのが、うん、あるよね。うん、あるから、確かに。そこが問題なんだよね。うん。屋台やろうぜとか言ってますね。うん、本当ね、ちょっとね、そうね、まあ、木更津キャッツアイで一回持ち上がったんだけど、うん、もうすぐ終わった、もうブーム過ぎるともう、うん、もうあれですよ、その後も、泣かず飛ばずですからね、うん、はい、まあ、そんなような状況でね、この中国もね、まあ、でもそんなこと言っておきながらね、中国も結構ね、
まあ、経済的にも最近ちょっとやばくなってきてたりとかするんだけど、結構ちょっとで、ね、気になるニュースが実はあって、はい、発電原子力施設のところで、なんかどうも